フィリピンのセブ州の島。パジカン島としても知られ、ポロ島、ポンソン島、トゥラン島などとともにカモテス諸島の一つである。セブ島、レーテ島、ボホール島などの間に存在する。島はサンフランシスコ町に属している。ポロ島との間は浅くなっているため、マングローブ林が生い茂っており、1 4トル程度の土手道でつながっている。この道は、 商業交通とカモテス諸島で最も古いポロの教会での礼拝への出席を要因にするためにスペイン時代に作られたものである。島の北部に存在する5キロメートルほどの大きさの湖でメガネのような形をしている。沿岸にダナオコ公園と民間所有のグリーンレイクパークの2つの公園が存在する。サンチャゴ、バカウ、マンゴドロンなどの有名な砂浜がある。 サンチャゴホワイトビーチは、島内南部にある。長い砂浜になっており、サンチャゴ地区の正面に存在する。この浜は、地元自治体が所有しており、地元住民や観光客に人気がある。浜の生誕は、サンチャゴベーガーデンビーチリゾートというリゾート地区になっている。バカウビーチは、島内北西部のエスペランサ地区のバカウにある。 砂糖のような砂と綺麗な水の浜であり、子供にも安全である。マンゴドロンビーチは、カモテス諸島でも最も観光客の多い浜の一つである。白い砂浜で、メンスレンの巨村マンゴドロンに位置している。浜はサスになってンによってサンゴ島とつながっている。ありがとうございます。